来月3年ぶりに開催される全日本バレーボール小学生大会に県の代表として出場する選手たちが県庁を訪問し意気込みを語りました。県庁を訪れたのは大崎市と仙台市、太和町の3つのバレーボールクラブで活動する小学生男女31人です。この3チームは新型コロナの影響で3年ぶりに開かれた先月の県大会を勝ち抜き、男子、女子、男女混合の代表として来月の全国大会に出場します。チーム一丸となって全国ベスト8へ向けて頑張ってきたらいいなと思います。全国大会では今までの練習の成果を発揮し、1回でも多く勝てるよう頑張ります。仲間と一緒に楽しんで自分たちの力を精一杯出せるように頑張ります。村井知事は練習の成果を生かしてのびのびと楽しんでプレーしてくださいと激励しました。攻撃力がすごいあるところだと思います。声を出していつも通りのペースでやっていきたいです。全国大会は来月9日から4日間にわたって東京や埼玉などで開催されます。